国鉄補機2200経過車は、日本国有鉄道が粉流体農産物のバラ積み輸送用として、1966年から製作した30トン石の貨車である。物資別的合輸送の趣旨に基づき、小麦、トウモロコシなどの輸入穀物をバラ積み輸送する専用貨車として開発された車両である。1966年から1974年に、 かけて1160両が、川崎車両、川崎自由工業、三菱重工業、日立製作所、日本車両製造で製造された。記号番号表記は、特殊表記符号を全一し、おほきと表記する。穀物や、飼料などの分流体農産物輸送にあっては、従前より、袋詰めの上で汎用の有害者に積載する、輸送型が取られてきた。 これは二役に、多くの労力と時間の要し、輸送量自体も全時増大してきた、情勢下にあって、輸送効率の改善は、喫緊の課題であった。1963年に札幌ビールが、自社原料輸送用として、補希6600系発破車を製作した。これは、バラ積みされた積み荷の品質を保持するため手術の対応が、なされた車両で、同形式の運用事例をも参考にし、 各種国物輸送に汎用的に使用可能なホッパ車として国鉄が開発した車両が保機2200系である。保機2200系の TR211 系台車車体形状は車両限界を最大限に活用した乱形断面を採用して溶石を確保している。積載装置であるホッパ内部には防錆のためにエポキシ樹脂でコーティングが施され、 側面には、積み荷の温度上昇を防ぐため、車熱板が、取り付けられている。荷重は30トンである。外部塗色は、車体外部がクリーム4号、台車は黒色である。車体の両側にでき、片側に留置用の手ブレーキを備える。台車は、高圧ガスタンク車の走行車。高年製作の車両は、軸箱装置を密封系コロ軸受けに変更した、TR211 型を用い、 既存車も軸箱装置を改造して全車が TR211 型に統一された。各年度による製造会社と両数は次の通りである。保機2200型は汎用性の高さから各地で使用され、昭和40年代後半は車両不足が深刻化した。国鉄では1974年に本形式を追加製作して対応したほか、一部の荷主は 類似仕様の車両を私有化者として発注し使用した。昭和53年からモータリゼーションの進展によってシャい貨物の輸送量は前減するようになり、昭和57年、59年及び60年のダイヤ改正によって多くの余剰車が発生した。1987年の国鉄分割民営化直前に半数以上が廃車されて545両が、 日本貨物鉄道に承継されたが、1991年度から、トータが始まり、その後も、輸送手段の切り替えや、輸送需要そのものの消滅などが進み、1999年度末までには33両にまで減少し、2000年度末を前に、形式消滅している。おほき2341おほき2226。 小樽る総合博物館を保機2341クロフォード公園保機8300軽詳細は国鉄保機8300軽貨車を参照と諸お及び高梁専用の私有貨車で1974年10月25日に17両が製作された所有者は全能である保機9800軽詳細は国鉄保機9800軽貨車を 参照爆画専用の私有化車で、1972年、1973年、1981年に55両が製作された。所有者は、キリンビールである。保キ6900系詳細は、国鉄保キ6900系化車を、参照カーボンブラック専用の私有化車で、1964年から1968年に、かけて14両が製作された。 所有者は、アサヒカーボンである。補機9300軽小債は、国鉄補機8300軽貨車補機9300軽を参照コークスコ専用の私有貨車で、1974年から1985年に、かけて5両が製作された。所有者は、不思議海陸運送である。ありがとうございます。